昨年3月、足立区内で起きた家屋の外壁落下事故。かねてより安全指導を4回行っており、危険が予測されていました。老朽化した建物が長年雨に打たれ、強風に煽られたことがきっかけで起きてしまった事故。幸い、人的被害はありませんでしたが、老朽家屋の事故により、区民の皆さんに被害が及ぶ可能性もあります。安心して暮らせる街にするために、危険な状況を何とかしたい。それが老朽家屋対策に動き出したきっかけでした。老朽家屋対策を専門に実施する建築安全担当課を立ち上げることも決まり、本格的に事業を進める予定で動いていた矢先、今年3月11日、東日本大震災により、区内は震度5強の地震が発生。建物への被害が多数報告されました。老朽家屋に対する不安が一層高まり、対策を早急に進める決意を新たにしました。自殺対策支援など、区民の命を守り、未来へとつなぐ取り組みを進めている足立区。老朽家屋による事故をきっかけに、命を守るための取り組みを始めました。建築基準法だけではなかなかそういう事故を防ぐことがなかなか厳しいというところで、足立区としては、老朽家屋等適正管理条例というのを設けましてですね、4月からですね、委託調査により区内全域をですね、調べまして、危険な家屋がどのくらいあるのかという実態の把握に努めています。調査の結果は驚くべきものでした。管理不全と判定された家屋は1743件、そのうち57件が倒壊などの危険があり、すぐに対策を施さなければならないと判断されました。あの辺の河原のところ、調査の結果を受けて現地に赴いた職員。これまで2回の調査を行い、区内で倒壊などの危険がある建物はほぼ全て把握できています。区民全体の方、周辺住民の方等が危険にさらされているというところで、なんとか、所有者と対応しましてですね、危険を排除していくというのが行政の第一の責務だと思っておりますので。建物の危険性を改めて認識した職員は、建物の所有者を特定するため法務局に向かいました。土地と建物両方取って、建物の登記がないですね。はい、ないんだ。ないですね。と、地主さんが分かっていれば区内でね、建物の所有者を探し出すというのがこの事業で一番大変なところでございます。実際にお住まいになっていれば簡単に見つかる場合もありますし、そこにお住まいではないという場合の探し方ですが、ご近所から聞き回ったりですね、登記簿等を調べたり、実際に連絡先を見つけるまでが本当にこの事業の一番大変なところだと思います。今個人情報保護法ということで、個人情報法にはかなり厳しいセキュリティがかかっています。区だからといってその住民記録を見たりですね、戸籍を見たりというのもきちっとした手続きを取った上じゃないと見られないというのが現状でございます。なんとか所有者の情報を得ようと近所をこまめに歩いた2人、やっと所有者の手がかりを知る方を見つけ出すことができました。実はそちらの方の家屋のですね、持ち主がなかなか区の方でわからなくてですね、地域の方の協力により建物所有者への連絡の手がかりがつかめました。わかりました。
で今後ですね、これを建物をどうなさるか、建物所有者との交渉が始まりました。お伺いしていただければありがたいと思っています。こまごまとした説明を行う交渉の席には、発言内容に正確を期すため、常に2人で伺います。かなりの権利がある、制度でございます。借地権や相続権、というのも、金銭的には大きな金額になります。大変デリケートな問題なものですから、一つ一つ丁寧に対応していくというのが重要かと思います。吉原課長たちの活動が成果となった現場。この建物は公園に隣接し、樹木がブラインドとなり、その危険度がこれまで認識されていませんでした。しかし現場は子どもたちの遊び場となっていて、危険な状態が続いていました。区民の命を守り未来へとつなぐ取り組みがまた一つ成果を上げました。老朽家屋が撤去された現場、周辺の安全が守られました。こちらが以前老朽化した建物が建っていた現場です。今はですね、解体除却をしまして、このようにコインパーキングになっています。こちらのあった建物なんですが、なぜそこまで老朽化してしまったかというのは原因がありまして、所有者の方なんですが、そちらの方が引っ越しまして、遠くの方に行ってしまったのでですね、その後の建物について、随分放置されている状態が長く続いていました。危険な状態になったということを所有者の方は知らなくてですね、私ども区役所の者が通知を出して初めて危険な状態だということが分かったということですね。でその後やり取りをしていく中で解体除却をしていただくという話になりまして、今回はこのように解体除却した後、コインパーキングとしてですね、有効活用されたということで、我々としてもですね、安全を確保できて、その後の有効活用もできたということで、よかったなと感じています。近くの住民の方はどのような感想を持っているのでしょう。その家の、責任者という方が僕たちには分からなかったんですね。探しようもなくて。自主的にご近所の方がパイロンを用意して、家の前の道路に置いて、そこを子どもが通れないようにするなどしてたんですね。僕たちにはできないことだったんですが、持ち主、今の権利者ですね、探していただいて取り壊していただいたので、今はもう子どもたちが安心して通学路としてその道を通れるようになりました。建物の解体を見届ける2人。区民の方々の安全安心を守るということで、それが一番の使命なのかなというのは感じています。まさに安全に向かって今進んでいる最中でございますので、かなり効果があるんだろうというふうには思っております。皆さんは災害時、自分たちの命を守るための対策を考えていますか。過去の地震において家屋の倒壊がなければ助かったはずの方々がいました。命を守る対策として、個人でできるのは自宅の耐震補強です。足立区では区民の方向けに耐震診断と耐震工事への助成を行っています。今年11月から助成制度が拡大しました。助成には条件があります。詳しくはお問い合わせください。来月1月には防災セミナーや家屋の耐震化についての相談会も行います。何といっても地域の皆さんのご協力がないと、この事業を円滑に進めていくことができませんので、私としては広くですね、一日も早く皆さんにこの事業を知っていただくよう頑張っていきたいと思っています。区民の命を守り安心して暮らせる街にするための取り組みの一つが老朽家屋対策。個人ができること、行政ができること、それぞれができることを行うことが、多くの方々の命を守り未来へとつなぐことになると信じます。安心して暮らせる街にするために、みんなで協力していくことが大切です。私たちの取り組みはこれからも続いていきます。
最近は痛風の具合はどうですか？非常に使いにくい。だってお店でさ、だってお客さんに勧められたら飲まざるを得ない。飲むね。ガンガン飲んじゃってるから。うん。よくなりゃしないんだ。なんない。いや、ならない。ならないんだ。こうやって今も飲んじゃってるし。ああ、まさか。今も飲んじゃってるし。だよね。いや、まあここはね、じゃあそろそろ振り行っていいですか？はい、ここはハイタイムスという、ね、お店で千住3丁目と4丁目のちょうど境目にあってで、ね、彼はね実はこの、どっちかっていうとね4丁目界隈では全くもう馴染みがない人だったんだけど小学校時代からもうほとんど、去年までねだけど今年の10月からですね新規ってお店を開いて、まあ、要するに仇の水が合わなかったと非常に合わなかったという感じですよね、はい、でも今3丁目ってさ今激戦区だよね、うん、飲み屋というか飲食店いっぱい新しいお店ができてきてで なんでこんなすごくなっちゃったんだろう単なる世代交代なのかなそれもあるしやっぱこう丸井ができてこう駅前のあたりが変わってきてどん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 徐々に変わってきてるよねこの辺夜歩くとさ魚の匂い魚そう要するに飲み屋増えてるから魚の焼いてる匂いが煙のねそうバーってきてさもうあれだけで酒飲めちゃうみたいな感じで本当にねいやここにねできたのはもう本当画期的だと思いますで俺立ち飲み屋ってさでもそのあんまり経験ないんだけど行かないでしょえそうそうでもただとにかくまず食べたいっていうよりは飲みたい人がパッと来るんだよね、うん、気軽にねこう来て一杯だけ飲みたいみたいな一杯だけ飲みたい人もいるし、うん、5時間ぐらい飲んでる人もいるし立ったまんまで、ね、すごいねお子さんがまだちっちゃいんですよねだからでもなんかさああいうもともと愛想のいい子じゃんでさこういうとこさ出入りしててさなんかなんていうお客さんとさなんかやたらこう懐いちゃったとかしてないあそれまだちょっと人見知りしちゃうあしちゃうんだ、まあ、最初はあ本当、うん、あでもそのぐらいでしょ、ねうん、あんまりねあんまり、まあ、あんまり慣れさせちゃうとそう戦場がこんなっちゃうからなっちゃうなっちゃうからねそんなついよそんなついいろんな場所にしてうん、うん、そうなんだ、ね見てやだはいというわけで皆さんいかがでしたでしょうか、北千住の、ね、駅前西口それから、多古公園千住四丁目公園それから、ハイタイムス、3カ所もありましたけれども、これからももっともっと千住を、好きになってください本当にますます変わりよく千住そしてますます楽しくなる千住です、次回も見てみてあだち見てね